こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は、心静かにして願寿見ればいよいよよしです。これは心静かにして願寿見ればいよいよよく、質静かにして感染聞けば宇多田優なりによる言葉で、意味は岩尾に生えた樹木を静かな心で見ればその趣は一層素晴らしく、静かな部屋で泉の音を聞けばその味わいは一層深いという意味で、研ぎ澄まされた禅定によって保たれる静寂の境地を表します。だから心静かにして願寿見ればいよいよよしを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。